ミンディカリングはアメリカ合衆国の女優、コメディエンヌである。1979年、マサチューセッツ州ケンブリッジに生まれる。インド系の家庭で、父親は建築家で、母親は産婦人会だった。2012年に母親は水岩のため死去している。地元の私立高校を卒業後、ダートマス大学へ進学。在学中には学生による。 コメディグループへ所属していたほか、アカペラグループなどへも所属していた。また、在学時に、コナンオブライエンがホストを務めるシニアトーク番組、レート・ナイト・イズ、コナンオブライエンにインターンとしても参加しており、後に同番組へゲスト出演した際に、カリング自身も当時のことを回想している。大学卒業後は、ケーブルテレビ局の制作の仕事や、ベビーシッターなどの仕事を得て、 スタンダップコメディアンとしてのキャリアをスタートさせた。2003年にオフブロードウェイへ舞台でマットデーモンとベン・アフレックの友情を描いたコメディマットベンの脚本と出演で劇中のアフレックを演じた。同作品は大きな反響を生み、批評家や観客からも高い評価を受けてカリング自身の知名度も上昇。2004年にはイギリスのコメディドラマをアメリカでリメイクした。 テレビシリーズザ・オフィスへ出演し幅広い層から人気を得た。同作品では2008年に他のキャストらとともに全米映画俳優組合賞アンサンブル賞を受賞した2005年には同ドラマで共演したスティーブ・カレル主演の40歳の動作ダオで映画デビュー。その後もコメディ映画を中心に女優としてキャリアを積んでいる。2012年からは自身が 主役のコメディ番組、ザ・ミンディープロジェクトも制作され、コメディエンヌとしての格好たる地位を築き上げている。ありがとうございます。